BBC ビッグロードレース DVD 第2弾となる1982年を紹介しよう。この年の海外ライダーは前年のウィナーケニー・ロバーツ、そしてこの82年からヤマハに移籍したグレーム・クロスビーだ。迎え撃つ日本勢は81年 500cc チャンピオンの木下圭司、さらにこのレースが引退レースとなる金谷秀夫、そして翌83年からヤマハワークス契約となる平忠彦といったラインナップだ。ゼッケン1番が木下、28番浅見、この木下がいいスタート、2位の木下以下を大きく離しまして、第1位と最後のチェッカーを受ける寸前のヘアピンにかかるケニー・ロバーツです。ご覧のようなライディングポジションです。ここでしか見られない貴重な映像の復刻は多くのファンに楽しんでもらえる内容となっている。ウェブヤングマシンの二輪市場にて実行確約型のクラウドファンディングで特別価格で展開中。